玉突きファイブっていうチームあるんですけど、はいはいはい、そのユニフォームを持ってないぐらいの若手が来ました。とんでもないスピードくらった。いや、ほんまやばい。ダメです、ダメです。いや、ダメ。誕生日おめでとうございます。俳優岸さんの挑戦を受けて立つぞー。なんと今回はですね、はい、我々玉突きファイブにですね、はいはい、一緒にこうバスケで勝負しませんかという挑戦をメールでいただきまして、お三方とも、はい、あ、紹介します。お仕事とか自己紹介まずいいですか、はい、岸さんから。はい、岸優と言いますと、ね、20代の頃激走戦隊カーレンジャーというレッドをやっておりました。おー、マジっすか、はい、僕めちゃめちゃ世代です。おお、ありがとう。これは嬉しいな。嬉しいですね。でその後、まあ、コチカメの声とか、ストリートファイターの剣とか。マジっすか。今日はだからシュート入れるたびに波動拳。ちなみにバスケ歴でいうとどんな感じですか。中学からだから、はい、大学2年までちゃんとしたのは2年なので。あ、大学までやってたんですか。はい、はじめまして、俳優やってます長浜慎と申します。長浜さん、はい、僕は5年前に東京でやってる戦隊をやってて、一応オレンジ色がモチーフの、戦隊ですね。マジっすか、はい、戦隊の方ばっかりじゃないですか。変身ポーズとかなんかあるんですか。ありますよ。で僕6号って言ってたんです、はい、特急6号だったんですけど、はい、そのポーズが顔だけやん、マジで。今日はシュート入れたらこれが。これが。みんな何かあるんですね。バスケ歴で言うとこんな感じ。バスケは中学、高校やってまして、はい、湘南選抜っていう、はい、神奈川県選抜を1個したっす。おお、はい、お手柔らかい。お願いします。大野拓郎です。役者やっております。カーレンジャーと来て、はい、特急ジャーと来て、なんと僕は炊飯ジャーをなんすか。やり直した方がいいですか。実は僕は、はい、大野くんとはバスケ仲間で、ああ TBS の、はい、体育会 TV の芸能界で、ワンオンワン王決定戦で対戦したことがあるんですよ。はい、そうなんす、ね、でもその時田村さんに嘘つかれたんですよね。なんか前日にぎっくり腰して、はい、田村さんすいません、1回戦目棄権すると思いますって言われてて、だから僕はあんまりアップもしないで余裕ぶっこいしてたら出るのってで、しかもあ、めちゃくちゃディフェンスしてくるじゃん動けるじゃん、ガチ収録ガチそれで決勝まで行きましたからね。そう、結果そうやった。嘘じゃないですよ。その時痛かったですね。はい、本当に痛かった。ただすごいですよ、運命というのは、はいはい、今日大野くんに行くと思います。クローゼットもうバリバリ巻いてます。大丈夫こんなことあんねんな。いや、ほんとや。大野くんはバスケ歴はどんな感じなんでしょう。中高部活でやって、はい、大学はクラブチームを作って芸能界のワンワンを決めて、まあ、選ばれるぐらいの、ね、実力があるということでございます、はい、そして対するこちらは、はい、芸歴3年目風緑の古江と申します。よろしくお願いします。吉本のね、我々のこのバスケ芸人チームは玉突きファイブっていうチームがあるんですけど、はいはいはい、そのユニフォーム持ってないぐらいの若手が来ました、はい、今日初めまして出演されてます。バスケ歴は中学校から大学4年まで。やべえ、うわぁ、これ九州のリーグですけど。本気じゃん。最高成績は福岡県の高校のベスト3。うわぁ、公立の優と呼ばれた宗像高校出身の宗像高校、まあ、ベンチなんですけど。あ、いやでもベンチなんですか。レギュラーズ出てたよ。すげえ、どうやってました。最初から言えよそれ。そして大西ライオンさん、はい、よろしくお願いします、はい、今日の皆さんの、はい、盛り上がり、はい、どうですか。心配大さん頑張ります。ありがとうございます。すげえ響く、はい、響く声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 ですけどね。いらっしゃる。ちょっと岸さんの心配大さん聞いてみたいな。心配大さん耳がもうこんなにやばくない。あのバスケ歴を一応、え、言うんですか。一応それ言ってくださいよ。僕高校だけです。あら、あら、3年間、高校3年間でそんなキャリアで、はいはい、はい、そして私キリン田村でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、10年ぐらい、あの、はい、ちまちまやっております。週8やってるっていう。週8の時もありましたね週7しかないのに。なんか毎日のように朝から原宿でバスケしないって誘ってくださる朝から。それでは今日はワンオンワンで対決しますので、はいはい、ワンオンワンでトータルの勝率で負けたら罰ゲーム、サトルランにしましょう。なるほど、はい、その前に誕生日おめでとうございます。そんな展開、もう
なんか CD が入ってますよ。アルバムです。宣伝かい。岸さんがやってる。私がやってるモンスターズという。ね、今だけでも流したけど。今だけ。じゃあ初旅の流します。あ、すごい。おお、はい。1対1今日3回やりますから、はい、そちらチームが勝つたびに、なるほど、僕らまた別の CD 流させてもらっていいですか、すごいな、それぞれあるのそうないそれでは最初の対戦は MC ライオン対大野拓郎、お願いします。はい、ではよーいスタート、ゲッツゴー。シュート合戦になってくる。おー、危ねー。弱に入った。まずは入った。どうする。なんでやばい。やばい。ワンプレイ。やばい。大丈夫か。さあ、それでは、急遽、大野くんの、不先輩により、フリースロー対決に変更します。じゃあ、大西ライオン先行でいきましょう。邪魔あり。邪魔ありです。さあ、それでは、大西ライオンの1投目、どうぞ。ひだぎっくり腰アピール聞きました。大野くんの1投目、どうぞ。気持ちよくなった。効果なし。さあ、それでは降りたいように2投目いきましょう。どうぞ。めちゃくちゃ効果あるやん。効果ない。それでは大野拓郎2投目どうぞ。そうだそうなんだ。背中まだ依頼を見たくない。じゃあ3回目いきましょう。おお。それでは大野くんの3回目いきましょう。どうぞ。お前こそ大野の父よ。応援してる前方が多くなるんだよ。というわけで第1期ファーストステージ、はい、俳優チームの勝利。ラッキー。では参りましょう。お願いします。では第2回戦用意スタート。おお、スリーポイント。おお、決めといた。
5、4、3、2、1、7。守り切りましたね、これは。2分です。さあ、後半はまずサムスキルがあります、はい、1回だけ古家がオフェンスできます、はい、点のあれも何もありません。ワンオンワン、あ、ジュニアになった。うわまあでもスタミナも考えたらあれが賢いと思う、はい、それでは後半戦参りましょう、長濱さん5ポイント、古井4ポイントからスタート。おお激しい激しい、おっと5、4、3、2。おー惜しい、ちょっと今の入りがおかしくないシュートですけども、いやすごいディフェンスでしたね。さあ、灼熱してまいりました。さあ、抜けたか、うまい、しかしショットが少し短い。おファール、発見としてます。すごい対決です。さあ、ペイントからのさあ、まあ、一点差ですけど。いや、いいです。いや、いいですね、本当ですね、基本に忠実な。さあ、ゴールさん、お願いいった。おお、決めてきた。はい、7対6です。取り切りの動きから、あ、もうバテてくる。ちょっとね、やっぱ結構体力いいんで。さあ、4ポイントいった。ああ、残り40秒です。おー、俳優さんチームが2勝ということで、はい、負け決定ですけども、一矢報いたいので、はい、この対戦をやらせてください。もちろんです。やってほしい。対象対決で負けた方が罰ゲームにいいですね。そうですか。わかりました。遅いシャトルラン、よしよしよし、じゃあ頑張る。さあ、それでは対象戦でございます、はい、田村 VS 岸さんで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。スタート。バチバチだ。おい、アリー、アリー、わお、4点、うわお、30秒経過。深夜最強決定戦みたいな感じだね。いや、あの子15分ちゃおう。あっ、ごめんなさい、どこ探す。聞いたか。すごい、ここに打てまいりゃ。すごい試合になってる。いやー、声がでかい。
お、テイルトみたいな、これは。お、来たか。はい、では。お、4点。はい、前半終了。前半終了でーす。いや、辛いですよね、結構。とんでもないスティール食らった。いや、お前は。では、いきますよ、後半。よーい、スタート。1本でも切れた。おっ、やばい。最後まで0対0の感じですか。フリースロー対決。おお、あ、トラストーク入りましたね。トラストーク、挑発しますね。12、13、14、終了。おっ、これが敗北の味だよ。悔しい。頑張ろう、ここから。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てねー。